蜜月な関係。蜜月な関係とは互いに強いつながりを持った密接な関係を言います。先日巨人への電撃トレードが決まった日本ハム中田翔選手、このトレードの裏には巨人日本ハム両球団の間で長年多くの取引が行われてきた密接な関係性、かつて巨人で問題を起こした選手を日本ハムが受け入れてきた過去、さらに巨人原監督と日本ハム栗山監督の信頼関係などが噂されているんです。そこで今回の動画は巨人と日本ハムの関係について考察したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。巨人日本ハムトレードし、巨人と日本ハムの両球団はお互いの関係性が深いのか、これまで多くの取引を行ってきました。これまで両球団の間で行われたトレードがこちらです。トレード数は75年から21年8月現在まで計19回、延べ42人が移籍しています。75年張本選手を含む大型トレードによって関係が始まり、2003年巨人入木投手、日本ハム井出外野手のトレードを契機に取引が活発に、それ以降はほぼ毎年のように取引が行われてきました。2003年以降、両球団の球団別トレード数を調べたところ、2003年から10年までの期間では巨人は日本ハムとの取引が4回と一番多く、一方の日本ハムも巨人が一番です。2010年代に入っても両球団は引き続き多くの取引を行っています。ただ巨人は近年楽天と急速に接近し、毎年複数回のトレードを連発。その結果10年以降で一番取引があったのは楽天の10回となりましたが、次に取引数が多いのは7回の日本ハムとなっています。一方の日本ハムは10年以降も巨人との取引が一番多いです。このように巨人と日本ハムの両球団はここ20年間で多くのトレードがあり、その関係性の深さが垣間見れるんです。そして両球団のトレードの中で特に衝撃的だったのが2008年の巨人新岡林、日本ハムマイケル工藤の大型トレードで、このニュースが報道されると当時のプロ野球界に激震が走りました。日本ハムのマイケル中村投手はこの年守護神として28セーブを挙げ、工藤外野手も104試合に出ていました。一方の巨人林投手は2005年から3年連続40試合以上に登板するなどセットアッパーとして活躍し、そして最大の目玉となった新岡選手は長年巨人のショートのレギュラーとして中軸を担ったチームの顔、さらに当時巨人の選手会長を務めていた人物だったんです。新岡智弘。新岡選手はルーキーイヤーから長年ショートのレギュラーとして活躍、毎年安定して打率3割前後、ホームラン20本以上をマークし、2005年に結婚、2008年からは選手会長に就任するなど名実ともに巨人の中心選手でした。しかし2008年の開幕戦で故障し長期離脱。新岡選手が離脱している間、高卒2年目の坂本勇人選手にショートのレギュラーを奪われました。新岡選手は当初同年7月11日に復帰する予定でしたが、7月6日にタレント Y さんとの密会不倫が週刊誌に報道され、一軍復帰が見送られたんです。記事によると新岡選手と Y さんは新宿2丁目のゲイバーで複数人と酒席を共にし、関係者と別れた後、新岡選手と Y さんの2人はタクシーで五反田のラブホテル街に向かい、1泊9800円というリーズナブルなホテルに消えていったというんです。この衝撃的なスキャンダルはたちまちプロ野球界を賑わすことになり、あの王貞治現ソフトバンク会長も9800円のところに行くのはいかんわなと発言するほどでした。この騒動を受けて Y さんは所属事務所を通じ、お酒を飲んだだけで他には何もなかったと天に誓って申し上げます、新岡さんに何度もホテルで飲み直そうと言われお断りしましたが、路上で揉めると目立つと思いやむなく入りましたと釈明。この Y さんの声明に対して新岡選手は反論、事実とは違うと同僚に話し、2人でタクシーに乗り込む前に Y さんが新岡選手の腕に抱きつき、もう帰っちゃうのとうるうるした瞳で誘いかけるような仕草を見せ、仕方なくホテルで飲み直したというんです。新岡選手は怒りを押し殺しながら、事実とは違うけどこっちは結婚している身、反論できる立場ではないし自分からは何も言えないと話しました。真相は闇の中です。新岡選手は不倫発覚後頭を丸めて姿を現すも、2軍の試合では他球団のファンからモナオカといった痛烈なヤジが飛び、駐車場で待ち構えた報道陣からの質問には完全無視を決め込みました。デイリースポーツはこの時の新岡選手の様子を当時話題になっていた映画怪になりたいと重ね合わせ、このような記事を書きました。加熱する不倫騒動に疲弊しきっているのか、紳士たる軍団の選手会長は怪になることを決め込んだ。そして20日新岡選手は謝罪会見を行い、同日の横浜戦で7番サードで一軍復帰。その後は1ヶ月間サードでスタメン起用され続けるも強いインパクトは残せず、9月14日に再び故障し2軍落ち、それ以降1軍に復帰することはありませんでした。そして2008年オフ、日本ハムに電撃トレード。
選手会長の任期1年での解任と選手会長がトレードに出されたことは巨人史上初めてのことです。まだ新岡選手と一緒にトレードされた林投手も2007年に元交際相手の女性を送ったほぼ全裸の自画撮り写メが週刊誌へ掲載されるいわゆるチケラ騒動を引き起こしており、当時このトレードは新岡、林、両選手が巨人軍は紳士たれという球団の伝統を汚しイメージダウンを避けるために2人を放出し日本ハムが受け入れたと噂されました。ただこのトレードについて清武元 GM は後に日本ハムの方から提案があったと明かしています。新岡選手は日本ハムに移籍後代打の切り札として2度のリーグ優勝に貢献、チームメイトに慕われ若手たちは代打で出る際準備の仕方心構えを新岡選手に聞きまくっていたといいます。13年オフに現役に出し現在は巨人の三軍監督です。また15年に巨人矢野健二外野手がホステスとのスキャンダルが発覚し翌年16年に日本ハムにトレードされるなど巨人でスキャンダルを起こした選手のトレード先が日本ハムとなっており、もしかすると借りができていたのかもしれません。原栗山ライン。今回中田選手のトレードは栗山監督と原監督のやり取りで実現しました。原監督は取材で栗山監督から電話で頼まれたことを明かし、野球人としてだけでなく人間として信頼関係があると思っている栗山監督から相談を受けました。こちらは完全に受け身の中でね、内容に関してはご想像の通りだと思う。栗山監督は彼のことを一人間一野球人として大事にしていたということだけは伝えられますと説明しました。ソースポによると栗山監督と原監督は学生時代からの旧知の中で、栗山監督は中学生時代に東海大相模野球部のセレクションを受け、その際に原監督から激励の言葉をもらったことに感動、以来熱烈な原信者になったといいます。原監督にとっても栗山監督は可愛い後輩、巨人 OB の評論家陣に言えないような相談も栗山監督だけには打ち明けてきた中だと書かれてありました。こうして中田選手は巨人日本ハムの関係原栗山ラインによって日本ハムから巨人にトレードされることが決定したのです。8月20日に中田選手のトレードが正式発表され処分が解除されると、同日に中田選手は巨人の球団事務所で謝罪会見を行い、その後即合流、翌日に代打で登場すると次の試合では5番ファーストでスタメン起用されホームランを放ち、巨人ファンから拍手喝采を浴びました。問題、今回中田選手は暴力発覚、謹慎、巨人トレード、巨人の球団事務所で会見、即復帰、このプロセスを踏んで復帰しました。しかしこのプロセスについてプロ野球ファン OB からは批判が上がっているんです。本来ならある程度の謹慎期間を経てその後日本ハムの選手として監督もしくは GM が同席した上で謝罪会見を行い、日本ハムファンにも姿を見せて謝罪、そしてトレードとちゃんと筋道を通すべきだという指摘です。今回の巨人入り即復帰ルートは、罪を犯した選手を1週間で復帰させて長期審するのはマネーロンダリングならぬ移籍ロンダリングだといった声が上がり、熱狂的な広島ファンとして知られる芸人有吉氏もラジオでこの件について不祥事を起こした芸人を引き合いに出し、すぐに出れるだろ、別に謹慎しなくてもみんなそうだよ、宮迫さんとかもそうじゃないの、闇営業行って次の日に太田プロ来てればもう出られてる、中田翔システムだったらと語りました。そして何より無視されている状態になっているのが中田選手を何年も応援してきた日本ハムのファンです。長年応援してきた選手がこんな形で何の説明もなしに突然チームを去るのはファンにとって身を切り刻まれる思いだと思いますし、球団に対して納得がいってないのではと思います。日本ハム OB 岩本勉氏もラジオでけじめが必要だった、うやむやにすることは絶対良くない、ファンありきのプロ野球でファンを無視しているんじゃないですかと苦言を呈しました。ただ日本ハムの立場から考えるとエキシビジョンマッチを見て中田選手の状態がいいと、でも筋道を通すと日本ハムに復帰するのは早くてもシーズンの終わり、またたとえ復帰してもチームメイトとの信頼関係は崩れており、トレードは避けられない、それならばできるだけ早くどこかトレードに出して再出発させてあげたいという中田選手への親心があったのかもしれません。また栗山監督は今季限りで契約が切れるので自身が監督であるうちに決着をつけたいという思いがあったという噂もあります。中田選手の今後、巨人には巨人軍は紳士たれという伝統があり、これまで中田選手のトレードマークだった金髪ひげは封印されます。また年上に坂本選手、同い年に丸、菅野、小林星といった選手たちがおり、日本ハム時代のようなチームメイトへの接し方は通用しない厳しい環境があります。そして何より巨人には原監督がいます。原監督はどんな選手に対しても非常采配を見せ、不振の主力選手助っ人に対してもバントをさせる情に左右されない勝負師です。原監督は永田選手に対して道を閉ざすことはしてはいけない、過ちを反省してその後の行動で信頼を勝ち取ってもらうしかない、そこでもし仮に繰り返すようなことがあるならばそこは私がダウンを下しますと語っています。
中田選手は今後もファンを納得させる活躍を見せなければならない茨の道が待っています。ぜひ頑張ってもらいたいですね。ちなみに南 J ネタ用語集ではすでにこの一連の事件を巨人遺跡 RTA と紹介されています。 RTA とはゲームを最初からプレイしてどれだけ早くクリアできるかを競う遊び方です。巨人遺跡 RTA、 これまで巨人へ移籍するためには空白の1日バグを利用した入団直後のトレードチャートが対策でした。しかしこのバグはアップデートで潰されたので、複数シーズンで好成績を残して FA 宣言する FA チャートが現在の最速だとされていました。しかし有志での試行錯誤の末、同僚を殴り出場停止処分を食らった上で巨人に移籍し再出発という暴力チャートが発見されました。というわけで今回は以上となります。これは個人的な意見です。プロ野球はファンによって支えられています。球場に足を運んでもらい、グッズを買ってもらい、試合の放送を見てもらってお金が入り、選手や首脳陣の給料になります。栗山監督は今回巨人に頼み中田選手をトレードさせました。ただこのトレードで一番置き去りにされているのは日本ハムファンだと思います。結局監督も GM も公に記者会見を開いて説明しませんでした。この対応に不信感を抱かれてもしょうがないと思います。せっかくファイターズ、スポーツ&エンターテインメントが頑張って新球場プロジェクトを進めているのに、肝心の野球で足を引っ張っているように見えるのは残念でなりません。栗山監督も GM も中田選手のためを考えての行動だと思いますが、その行為によりファンが納得するかということもすごく重要だと思います。これは中田選手の放出を否定しているわけではなく、説明をすべきだと言っています。ファンの感情に想像が及ばず現場に染まりまくり、外とのギャップがもはや埋められないほどになっているのであれば、厳しい言い方になりますがお二人とも身を引くべきだと思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル Twitter も開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。We'll be right back.